はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2018ペナントレース、パリーグですね、千葉ロッテマリーンズとの2回戦目になります。で、まあロッテマリーンズはね、そんなに怖い打線とかではないので、なんかいける気がするんだよね。できればこの3連戦全部勝って、勝ち星をね少しでも多くしていきたいんですけど、先発はミカミックスだね。まあミカミックスでいいでしょう。だからロッテの時にミカミックス出そう。他の試合で出すとこいつ炎上しそうだからな。なるべくね、打線が怖くないチームでミカミックスは勝ち星を上げていくと、まあ、そういう起用方法でいこう。久々に煉獄が見れるね。ロッテ打線にどれだけ通用するか。千葉ロッテマリーンズ対先行チーム2回戦の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は右の酒井、先行チームの先発は中年のイケメンゴミ。この両投手の中年のイケメンゴミとか、試合開始となります。右のもはやわけわかんない設定だな。酒井1試合いっぱい、防御率は 11.2。 さあ注目の立ち上がり、まあ例によってまずはワンダーだな。投げた、初球を打った。補填になるかならないか。掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。1球で仕留められた。ランナーは2番玉三郎。第1球投げた、外角高め、高速スライダー。球速安定の球速150、投げた、コントロール C、スタミナ C、まあ、割と理想的な先発だね。バッターは3番西野。やばい、めっちゃ球数が少ないぞ。初球から打ってった。よし、ツーアウトからだけど塁に出たね。ツーアウトから先制のランナーが出ました。もうこいつは打ってく。第9投げました。調子は多少取り戻したはずだ、前回打ったから。第2球投げました、見送って、カーブ。第3球を投げました。ちょっと待って、高速スライダーか。絶好調だね、ちょっと厄介だな。膝元スプリット外れてボール。なるべくストレートに狙いを絞りたいけど、スプリットか。ボールを掴んだ、一塁へ送る。酒井取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ランナー一塁に残塁です。先行チーム、マウンド上は中年のイケメンゴミ。マウンドに上がりました。どっちなの？イケメンなのゴミなの？俺 15.7 じゃん防御率引かれてんな。全力煉獄とか。1回の裏、これからマリーンズの攻撃。まあ投げてこう。先頭バッターは荻野。そう、声あるからね。よっとか。1球目ストライクから投げた。スライダー空振り。沸騰しいキャラだな。打ちました。あ、これはフェアになりそう。オープンね。第4球は見送ってボール。なんか3球種変化球があるより2球種で変化量が多い方がね、使いやすいってことが判明したからね。第7球スクリュー投げた。打ちました。ってめっちゃ球数投げてんだけど。別にスタミナがいっぱいある方じゃないからね。よし。煉獄って結構スタミナ減るんだよね。初球カーブは空振り。第2球投げました。投げるけど、うわーじゃねえよ。第3球を投げました。あ、やべ。打ちました、いい当たり。打球は宇宙から。ダメだ。マリーンズ打線すら抑えきれないか。一本長打が出れば1点だからな。が、煉獄が。あ、でも球が浮いたことにより打ち上げたな。取りました。ランナー二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。まあ抑えればどうということはない。初球決まってストライク。まず球速もちょっと惜しかったね。投げました。流し打ち、どうだ。変化球2球種にしてもうちょっと球速を上げてもよかったか。煉獄のなんか威力がしょぼい、球速が遅いから。3アウトチェンジ。さあリプレイです。しかしなんとか抑えた。アンダースローから浮き上がってくる球だからね。ゴミ、ワンナウ、2回の表、ゴミ頑張ってんな。チーム攻撃に入ります。この回の先頭バッターは国高め、投げいっぱいストライク。いいとこ投げるね。第2球先制点、ミカミックスに先制点をくれ。左中間へのこれは落ちた。二塁までいけるか。じゃあ足を、そうやばくね、危ねえ。国ツーベースヒットを放ちました。先行チーム先制のチャンスを迎えます。どうしよう。
バントしよう。いや足遅い本当に。レフって相当遅いな。サンタちゃんは一球入魂でとりあえず打ち上げてくれればいいや。打ち上げるっていうか犠牲フライね。これいけんじゃね。でも国のさ足でいけるかちょっと浅い気がするけど、どうけ硬い。うわ刺される。ああ刺された。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。マジかクロスプレー。これはいい守りだったね。てか先行チームクニちゃん足が遅いよやっぱり。2回の裏これからマリーンズの攻撃に入ります。お対左はエフだ。初球に送ってストライク。煉獄でどんどん攻めるよ。第3球は1球外してボールでスクリュー投げた。危ない球。そしてツーシーム投げました。全然ダメだ。センターへの打球ピット。ああ取れなかったか。角中いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。スライダーからギュッやばそう。大丈夫か。ほんと怖いこいつの投げるの。取りました。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。左に弱いやつが結構多いね。初球打った。センターへ。これも無理か。3塁まではいかれないね。鈴木ナイスバッティングです。タイピンつけてたっけ。先制のピンチを迎えます。全然つけてねえわ。投げました。ゲッ初球から打ってた。危ねえ危ねえ。掴みました。なんだかんだで点をやらなきゃいいんだよ。ピンチをしのぎきれば。第9投げました。全然ダメだこいつマジで。なんなんだよこいつ。2点か。これは無理だな。させなかったね。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。大変だなセンター。玉三郎くん大変だよね。多分めっちゃ打球が飛んでいくと思うから。トップに帰って荻野最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。セカンドにな人がいるからな。初球空振りから3点はちょっと献上したくない。簡単にツーストライク追い込んだ。あービシッとしたかった。マジ終わってんな。ワンダーの返球もマジ緩いし、スタミナもだいぶ減ってるな。3分の1くらい減ってる。これはユッキーに任せれば大丈夫。 OK。 まあまだね2点こっから抑えて点を取っていけばなんてことはない。初球打ち抜けた。ユキナイスバッティングです。バッターは9番バッキヤ君。どうしよう。第9決まったストライク。ユッキーの足は D か。第2球投げた。バントしようかな。第3球をこれはボールだからちょっと見るでしょ。第4球はバントしよう。ここはゲッ超全然ダメだ。もうちょっと右に転がさないとダメか。ゲッツーだし。ツーアウトランナーなくなりました。第1打席は内野フライ。ワンダ何気にパーヒッターあるからな。投げた外れた。こういう時は一発狙ってこう。パワー F だけど持ってけんのパワー F で。調子が絶好調だったらまあなんとかっていうのはあるけど、まあ、普通だからね。ダメだ。センター方向へ持っていきましたが取ってアウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって2対0。まあ、ただまだ炎上しているわけではないんでこのまま2点ずつ取られたら変えられるけど。タイミング合いません。危ねえ怖え。ゴミ取った。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは4番井上。4番って言ってもねこう意識するまでもなく打ちました。センター前に出る。ヒットは打たれるけどなんか一発が怖いっていう感じはしないからね。いいバッティングを見せました。バッターは5番角中。足 F でしょ。2度目のバッターボックス。第2球投げました。5番で CD だからね。これはファーストで大丈夫。アウトを1つ確実に取ってこう。うわ確実にねアウトを取っていきたい派だから。これ1点ものかまだいけるか。大丈夫よし大丈夫だよ。この下位打線抑えれば。うわーじゃねえよ本当に。こいつは第3球を投げました。打ちました。おわー木野くん取れる。よしありがたい。ゾゾマリンスタジアムからお送りしております。
3回まで終了しまして2対0マリーンズ現在2点をリードしています。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは玉三郎。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球を打ちました。左中間へ持っていきましたが取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは3番西野。第9あスプリットか。スプリットはねやっぱりちょっと引っ掛けちゃうよね。アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは DH のダン。最初のバッターボックスは頼むぞこれいける。もうちょい上だったか。タイミング的には悪くないけどちょっと下を叩いちゃったね。すっげえ早いな攻撃終わんのがでまた長い攻撃が続くからね嫌い打たれてるしよ。助監督厳しいからな。変えられそうだ。これは一塁でいい。ランナー二塁に進みました。確実に点をもぎ取ってくるね。打ちました。ファウルボール。第2球ツーシームもたまに織り交ぜていかないと。オッケー西野くんナイス。これで2アウトランナーは二塁変わりません。初球を打ちました。合わせられたな。これはワンダーの形じゃ無理だ。これレフトからセカンドへボールが緩すぎる。リプレイをご覧ください。右バッターボックスは3番中村。カットとか足が速い。ピッチャーゴロ見送ってストライク。1球目ストライクから投げました。足で勝負するチームか。これで追い込みました。打ちました。いい当たり。ワンダー。よし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 。取りました。これで3アウト。4回の裏が終わりまして3対0。めっちゃヒット打たれてんね。リードを3点としています。5回の表先行チーム攻撃に入ります。国ちゃんも先頭バッターは一発お願いしたい。ちょっとやる気が少しないけど。いやスプリットか。第3球を投げました。頼む。打ったこれはいい当たりだ。伸びた。どうだ行くか。行かない。あーもう一伸び。ランナーはありません。バッターは6番木野。第9投げた。初球を打った。よしとりあえず木野ちゃんが出て。木野ナイスバッティングです。サンタはね打てるキャラだからまず1球入魂で全然ダメだケッツっぽい。うわいい守備だ。いやーいいね。さすがプロ野球。最後はバックに助けられました。5回の表が終わって、これはちょっとロッテの流れになってるな。さっきの守備といい。さあ次の投球スライダーボール。第3球を投げた。ストライク。アウトコース厳しいところ。ツーシームを。オッケー。あれ三振って今1個目じゃんもしかして。スクリーンに送ってストライク。第2球投げた。ストライク。胸元厳しい球。これで追い込みました。打った。怖い怖い。第4球をスタミナがだいぶ減ってんな。もう半分以上減ってる。あ6回まではいけるか。でも打ちました。よし左へのゴロ取って一塁へ2アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは指名打者。次の回で逆転すれば勝利投手の権利は得られるってことでしょ。投げました。見送ってストライク。次ちょっと下位打線のどっからだったっけ。第4球を投げました。インロー投げられて7回まで。これフォアボールとか出すと絶対変えられる。ちょっとヒットしやがった。うちの監督厳しいからな。なんかちょっとやらかすと変えてくるからね。いいバッティングを見せました。バッターは7番。言い方してんねやっぱり。投げた。危ない球。第2球コントロールいいか。これでもゆっきりいけるね。安心だよ本当に。セカンドショート球が飛んでってもドミンゲス残塁に終わりました。試合は後半6回に入ります。ゆっきりからか。ゆっきり打ちました。初球打ち。これはどうだ。よしよしよし反撃ののろしを。脇役も打ってこう。スプリットを引っ掛けてゲッツーにならないように気をつけないとね。初球ストライクから外角に送ってストライク。マリーンズ内野陣はゲッツー体勢。ゲッツー体勢か。一つ外したボール。第4球をこれはカーブ。ゲ打ちました。ファースト落下点に入りました。ファールグラウンドで取りました。さて1番ワンダー。ランナーは1塁変わりません。
あ、引っ掛けやっちった、危ねあれ、なんか戻ってるしこれでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。まあいいや、ワンダーこれどうする、走る、投げました、完全に一応ウエストはしてきてるね。第2球、ランナースタート、これはストライク、惜しい、いける、盗塁成功、今シーズン3個目の盗塁を決めています。さあリプレイ、さすがに早い、タイミングは良くなかったけど足でカバー、もうインコースへ、ただもうツーアウトだからな、ワンダーをなんとかして返したいけど追い込まれた。うわー、ダメだ、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。先行チームなかなかきっかけを作ることができません。そうだね、6回の表が終わって3対0マリーンズ3点リードは変わり、6回の裏これからマリーンズの攻撃に入ります。攻撃率10、あれ良くなった、打った初球打ち待ってよ、ヒットになります、良くならんわこいつのピッチング。バッターランナー1塁、原発決定、2塁へ田村、いいバッティングを見せました。今日2打点の、これはもうここは限界だな、投げました、頼みますわ客ありがとう、第9投げました、ピノンは足が速いからね、ファール、初球ファールから第2球打った、これは木野くん持っていきました、掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。ピンチをしのぐ、それがミカミックスだ、危ない球、第2球、俺の煉獄を見ろ、2球目ストライク、136キロか遅いは遅いよね、打ちました、ファールボール、第4球を投げた、オッケー、ナイス、もう1回投げられるスタミナがあるけど負けてるからね、酷使しそう、もう負けてるからあいつに投げられるだけ投げさせようっていう逆境か、逆境があるんだったらミート C あるし、ちょっと長打を狙ってもいいんじゃないか、投げた、カーブはボール外へ、さあ4球目打ちました、宇宙間へのフライですが、めっちゃ上がったな高く、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターは DH のダン、今日はファーストゴロとライトフライ、初球、いやこれは人伸び足りないね、センター方向に持っていきましたが、センター掴みました、これでツーアウト、ランナーありません、バッターは5番クニ、クニちゃんもさっきいい当たりは出たんだけど、ミート D でこれか、スプリット見送ってストライク、スプリットが厄介だね、本当に厄介、投げました、もうスタミナ全然あるな、まだ絶好調だからね、次は完封させられそうだな、それは避けたい、あっと引っ掛けた、キャッチャー落下手に入りました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、満員のゾゾマリンスタジアム、その上空には闘志を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。先行チームピッチャー変えられた。ゴミ降板。今日2人目のピッチャーとして登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。お願いします。マリーンズラッキーセブンの攻撃。あ、そっか。超遅サークルの人だ。ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。投げました。打った。でもこれはワンダーいける。怖い。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは4番井上、今日はここまで3打数1安打、まあ、基本ストレートで押して第2球、緩急を折り曲げ投球は大丈夫か、3球目ストライク、第4球ドロップカーブ投げました、ゲー失投、これもうなんか勝ち目がなくなった、今シーズン第2号ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ヒットになったでしょうか、これ村本さん最悪変えられるぞ、リプレイをご覧ください、あ、まだ変えられないゲー、ちょっと待って、失投多いよ、これは平凡なレフトフライ取りました、これで2アウト、ランナーありません、バッターは指名打者ドミンゲス、今日はここまで3打数2安打、ドミンゲスもパワー B あるっちゃ B あるけど、打ちました、サンタちゃんは無理だね、ドミンゲスいいバッティングを見せました、まあ、ここを抑えればこれはファール、スタンドに入りました、ファール、第2球ドミンゲスゲ、いやマジでなんでこんな失投が多いんだ、投げた、ストレートはもうインコース高め、打った、
ユッキナイスよ。7回までが終了しまして4対0、先行チームこの回1点を奪われています。マジか、マジで完封させられそうだな。ピンチヒッターはリッキー、リッキーか。第9一発狙っていこう。完封だけは阻止する。さあ次の投球、アウトコース低めボール。第3球はおら打った、いい当たりだ。ナイス、さすが代打の神様だな。リッキーって代打丸とかついてたっけ。そんなに足速くない。チャンスをものにできるか。さあそしてサンタちゃん、やっぱリッキー足遅いわ。ここも一球入魂、どうだ、無理だ。これでワンアウトランナーは二塁変わりません。ユッキーも一球入魂。ここはもう一発に全てをかける。7番8番は一球目に全てをかけるからね。ストライクを取られる前に第3球を勝負を仕掛ける。打ちました、センターへ上がった。センター、ただ脇屋君もね、チャンスは強いからね、狙っていくぜ。投げました、今日厳しいけどストレートをドンピシャで合わせることができればチャンスへ。パワーヒッター、プルヒッター。第3球を投げました、引っ張る。3球目ストレート、ちょっとカーブは無理。第4球を投げました、危ない球。さあ5球、これだ。打ちました。ダメだ、ストレートだっていうのは読めたけど、投げました、出てくる。打った、ショート前方のフライになりました。いや、やっぱりミートだよね。これで3アウトチェンジ。チャンス A があるとはいえ基本 G だからね。ランナー2塁に残塁です。8回のさあここは守備を変えてくるようです。8回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。まあ、今日はちょっとけだからさ、なんでこんなにさ嫉妬すんの。セカンドはいける、よし、結果オーライ。今回はもうピッチャーを休ませるっていう試合だな。バッターは2番加藤、さすが、いいよ、マジでいいよ、最高だよ。脇屋くんの肩、現在4点をリードしています。さあいよいよ9回に入ります。さてここで何とかしないともう終わるからな。マジで完封になる。第2球投げた、もうまずはワンダが出てもらう。第3球、何が何でも出ろ。セーフティーバント、いけかしら、ワンダー無理か。完封勝利まであと2人。代打、第9投げた、うわぁ散ったよスプリット。ボールを掴んだ、アウト。酒井、完封勝利まであと1人。完全にもう酒井くんのスタンドからは必死の声援が続いています。一人勝ちだな、逆境なんとかしろ西野くん。投げた、もう第3球を投げた、これだ、どうだ、よし、ワンバウンド1人、二塁まで行こう。バッターランナー1塁決定、2塁も狙う。西野ツーベース。完封直前でこのチャンスはなんとかものにしたい。打ち砕くタヌキ、お前の一発にかけるぞ。お前の一発にかけられなかった。センターへの打球、荻野取りました、試合終了。やられた、完全に完封だ。もうロッテマリーンズ、ミカミックスがね、舐めすぎてたね。あれ、なんかメガホンみたいなの持ってんだけど。さて本日のヒーローたちのインタビューが、まあそうだね、酒井無四球完封勝利。ドミンゲスって3安打されたんだ。ご覧いただきましたように、4対0先行チーム、まあ、原因はミカミックスの先発だね、やっぱり。対戦投手はゴミ、先行チーム、対戦投手ゴミとかな。マジゴミだな。実況担当はローマイヒデオで、ゾゾマリンスタジアムよりお伝えしました。まあ、これは打ち取ったやつね。ミカミックスあんまり見せ場がないからね。あーこれか、
すげえいい返球だったね。タイムリーツーベースヒット。タイムリーヒット、カーブを合わせられたやつか。玉三郎を内野ゴロに打ち取る。まあ割と普通だね。あ、これ失投したやつか。クーリッシュがある。クーリッシュクーリッシュ結構好きなんだよね。クーリッシュ硬いと吸えないからね、少し溶かさないといけないっていうのがあるんだけど。最後のたぬきちゃんか。抑えられたね。打率が少し落ち着いてきたよね。打てないあれが続いてるから。負けました。酒井1勝1敗、ミカミックス2敗。いつ俺に勝ち星がつくのかわからないけど。お、ロッテマリーンズ5位に上がったじゃん、今日の勝ちによって。まあホークス負けたのかなすげえな。セーブライオンズと楽天の試合がすげえな。15対13ってめっちゃ乱打戦になったね。ファンが離れていった。ミカミックスのせいだ。ゲー、そして全治6日の捻挫とかそう、一応選手をねまた何人か入れました。まあもうこのくらいの人数になってくるとね、やっぱり2軍とか1軍っていう感じになっちゃうんで、まあ、全員出られるわけではないんですけれども、まあ2軍枠はねまだ全然枠があるんで、まあ募集、まあすげえ募集してるってわけじゃないけれども、作ってくれればまあ入れていきたいと思います。じゃあ今日はね、ミカミックスのせいで、負けちゃいましたけれども、まあ1勝1敗、次は勝っていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。